んにちは。ウィズオンラインドッグダンスチャレンジ5月6月の課題ダンス解説動画撮っていきたいと思います。ウィジードッグクラブの石川とパートナーのファンです。よろしくお願いいたします。さあ、すでに見本動画見ていただいたでしょうか。今回はですね、ちょっとなんていうかな、ディスコとはまたちょっと違うかもしれないんですけれども、少しレトロ感を感じるアップナンバーの曲で、やらせていただきました。ぜひですね、皆さんもかっこよくかつしなやかに踊っていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、解説移っていきたいと思います。まず一番最初は左横で待ての状態から始めます。座れ待てが無難かなと思います。左横で待ての状態から始めて、音楽がスタートしたら少しリズムをその場で取りましょう。バン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 乗っちゃって OK でございます。僕途中でちょっとファンの体を触ったりとかもしましたけど、こういうことをやってもいいし、リズム取ったりとか、だとちょっと歩いちゃったりしても全然 OK でございます。ここはフリーに来てやってください。リズムを取ったらですね、その後アラウンドに入っていくんですけれども、アラウンドの時頑張って姿勢上げましょうって今までよく言ってきたんですが、今回はあえて逆を行きます。アラウンドを行く時には腰をグッとかがめていただいて、この状態でアラウンドの指示を出していきます。アラウンド、もちろんこうやってハンドシグナル入れて OK なんですが、余裕がある方はですね、手をアラウンド、言葉を使いながらアラウンド、ちょっとこう手首を返したり出してアラウンドしながらやってみるっていうのもアラウンドいいかなと思います。その時にね、プラスさらに余裕がある人は足で、左足でも右足でもいいので、リズムを取りながらファンアラウンド、そうです。よし、アラウンド。いい子だね、アラウンド。よし、アラウンド。こんな感じでやっていけたらいい。今僕もね、膝に手当てちゃいましたけど、膝に手当てるとね、痛そうに見えちゃうから、膝には手を当てずに、アラウンド。そうそう、上手。アラウンド。アラウンド。よし、そうそう、上手。アラウンド。こんな感じでやっていきましょう。そして、アラウンドの後はですね、その場の8の字ウィーブです。ただ、8の字ウィーブは、今までのドッグダンスチャレンジでもよくやってきてる動きなんですけれども、普通のバッと足を肩幅に開いてやる8の字ウィーブじゃなくて、都度足を動かします。どういうことかというと、まず左側にワンちゃんいる状態、アラウンドのボールなので左側にいる状態から右に抜けていくんですけれども、この時にですね、右足を出します。そして右足のつま先は右方向に向きながら出してあげましょう。もちろん100点満点バッチリじゃなくても全然ちょっと斜めとかになっちゃってもいいんですけど、こう。まっすぐカメラの方を見ながら、自分の体の向きのままを足の方向を向かせながらではなくって、右足のつま先をバッと右に出しながらいきます。ファンウィーブ。では今僕ね、あえて振り付けっぽく両手でやってますけれども、片手でウィーブやっていただいても全然 OK でございます。それは好きな方で、両手片手好きな方、もちろん手なしでウィーブやっていただいても OK でございます。でこの時なんですけれども、足を出すというふうにお伝えしたんですが、さらにですね、ちょっと今回かっこいい曲なので、かっこよく動いていきたいと思います。その時に意識してほしいのが、足をこの状態から出すだけではなくってですね、ちょっと難しいんですが、足を一回折り曲げてから出す、ウィーブ、この形ですね。次の足も出す時もそのままこのままドンと出すんじゃなくて、この状態から一回左足を折り曲げてからウィーブ、トン、出すっていうふうにすると、ウィーブ、トン、ウィーブ、折り曲げてから、あー、ちょっとずっちゃった、はい、どう、ウィーブ、出すとかっこよく見えますので、この動きをね、少し意識してみてください。慣れるまで大変だし、この足の動きにワンちゃんがびっくりしちゃうよっていう場合であれば、無理はしなくて大丈夫です。ただイメージとして、折り曲げてからファンをウィーブ、出す、足ワンちゃん抜けたらウィーブ、折り曲げてから出す、ウィーブ、折り曲げてから出す、こんな形で8の字やっていきましょう。今の8の字ウィーブを複数回やって左側に戻ってきましたっていうところ、この後からが今回のドッグダンスチャレンジのメインテーマ、課題になっていくところです。何をやるかというと、項目としては横についての動きです。基本的な横についてですね。ついてというと、
ワンちゃんが正面にいる状態から左横につくよっていう指示であったりとか、左横についたまま一緒に歩いていくよっていう動きがメインになってくるんですが、今回は少しアレンジを聞かせてですね、ワンちゃんが左横についたまま、その場でワンちゃんは90度ずつ横を向いて、最終的に一周回って戻ってくるよっていうのが今回やりたい動きになっていきます。そして皆さんにも習得してほしい、練習してほしい動きになっていきます。パッと見た感じでちょっと分かりづらいかもしれませんので、細かく解説をしていきたいと思います。左横についている状態の時にですね、もちろん右手左手におやつを持ちながら最初は誘導していただいても OK です。ちっちゃいワンちゃん、まあ、大きいワンちゃんもそうなんですけれども、足とか踏まないように十分注意しながら練習はしてほしいんですけれども、ここにいる状態からイメージとしてはワンちゃんはここのセンターから位置は変わりません、向きは変わりますけどっていうイメージで、人はワンちゃんの周りをこうぐるっと、半時計回り回っていくようなイメージですね。まずまっすぐお互いこの向いている状態から、飼い主さんはワンちゃんのじゃないですね、自分から見て左斜め前に一歩踏み出すような形で90度横、左横を向きます。ちょっとゆっくり言います。人だけやってみますね。この状態から斜め前に出しながら90度左横を向くっていう状態。これを繰り返していく形になります。この状態から左斜め前に出しながら90度左横。で、これの繰り返しです。で、この時ワンちゃんどうするかっていうと、体の位置は基本的に同じ位置になりながらも、ファン、スイ、手、多少ね、動きはあると思うんですけれども、一緒に向きを変えてくれるという状態。左斜め前にながら、スイ、手、スイ、多少の動きはあるんですけれども、基本的にスタートの位置に戻っていく。こんなイメージですね。ただこれ、いきなりやろうと思っても、なかなかワンちゃんのお尻がスッと綺麗に動かなかったりして、難しい部分もあると思うので、慣れないうちは少しですね、前に出ちゃっていいです。どういうことかというと、今僕、ついて左足一歩、右足一歩しか出さなかったんですけれども、そうではなくて、ついて、ついてみたいな感じで、2歩分ぐらい動いてあげる。もう一回ゆっくりやりますね。左斜め前に出します。まあ、そのまま右足出しちゃってもいいんですけど、一回右足も揃えます。そしてもう一歩分ぐらいこうトーンポンと動く。左横を向くのに二歩分ぐらいかけながら動いていく。こういう風にするとワンちゃんちょっとまっすぐ歩く時間が出来上がりますので、そうすることによって左横に綺麗につきやすくなっていきます。もちろんその場ではなくなってしまっているんですけれども、最初のうちはこれで全然 OK です。ついてついて、こんな感じでしょうか。はい、一歩二歩、一歩二歩、はい、二歩でも難しい場合は三歩とかになっちゃってもいいです。ちょっと音楽のリズムに合わせながらやるのが難しくなってしまうかもしれないんですけれども、イメージとしてはこんな感じで左横についたままトンとトン、もしできる方は腕をあんまり見せたりしない状態でついてついて、なんでできたらかっこいいですね。はい、この動きなんですけれども、基本的な指示としてついてをやっているだけなんですけれども、音楽に合わせてパンついてパッ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 みたいな感じでやるとかっこよく見えたりしますし、あとはちょっとしたテクニックなんですけど、ワンちゃんの集中がほわーっと切れそうになって前前方にこう行こうとした時に、はい、ついてついてついてこっちだよみたいな感じで気持ちを切り替えて戻ってくるのとかにも役に立ったりするんですね。なんでぜひこれは皆さんに、ワンちゃんも皆さんも慣れていただけるといいなと思って、今回メインテーマとして据え置かせていただきました。ぜひ練習してやってみてください。さあ、ちょっと説明が長くなってしまいましたけれども、このついてで動くよの後はもう一回ついてが始まります。このついては歩いていく形ですね。まあ、どっちに歩いてもいいんですが、ワンちゃんが内側に入った方が基本的に集中切れづらいかなと思うので、ゆっくりと音楽のリズムに合わせながら、リズムに合わせるとこういう足のスピード感になっちゃうと思うので、もうゆっくりワンツワンツワンツ
ワンぐらいな感じにいけたらいいかなと思います。ぜひですね、こうランウェイを歩くぐらいのイメージで堂々とトン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 、あれ1212121212ぐらいの余裕感があるといいかもしれませんね。で、ぐるっと、まあ、左側の車、右側で一周ぐるっとですね、今度は歩きながら回ってきて、カメラの前に、おっと、おやつが飛んでしまいました。カメラの前に戻ってきたですね、左横にいるまま、バーウ。あれ、バーウ。この状態です。手使っていただいてもいいです。もしくは、バーウがまだあんまり練習できてない子よっていう子は、フーセ。でも、OK でございます。左横にいる状態のまま、一緒の向きを向いたままバード、ないしは伏せを入れてあげてください。この後はですね、横ウィーブを入れていきます。曲では4回やりましたけれども、2回になっちゃってもいいし、6回とかになって、6回ならちょっとカウントはずれちゃうんですけど、倍速で8回とかでやっちゃっても OK です。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。で、今回は一応通常の横ウィーブのステップ、これは過去の動画見ていただければね、出てくるかなと思うんですけども、通常の横ウィーブのステップから3回目、4回目に関しては、ターン、ウィーブ。これもちょっと両手を振り付けっぽくつけてみました。ターン、ウィーブ。というような形で、1回目、2回目の横ウィーブと3回目、4回目の横ウィーブで人の振り付け、足の動かし方なんかを変えていますので、参考にしていただいて、まあ、これは自由でも全然 OK です。ちょっとこう、リズムに乗りながらウィーブみたいなことをしていただいてもね、全然ありだったりしますので、好きにやっていただけると嬉しいなというふうに思います。さあ、横ウィーブが、まあ、2回、4回、早くて8回ぐらい終わったらですね、また左横に戻ってきますので、今度は、ゆっくりとしゃがんでいただいて、右足を伸ばします。左足でもいいんですが、右足の方がね、ワンちゃんとの距離感がとって、次のジャンプがスムーズにいきます。今言ったんですけれども、このやつ、この後やるのは、人の足の上をワンちゃんがジャンプ。飛ぶ動きですね。動画では僕、3回やりましたが、早い子はもう、1、2、3、ジャンプ、シーっていう風に、もうどんどんスピーディーにやっていただいて OK です。最後、こう、ジャンプを何回か繰り返した後、カイネさん、このまましゃがんでる状態なので、しゃがんだまま、私はね、ベック。この膝に対してのベック。楽しみね。ベック。ポーズでやりましたけれども、この状態でお座りでフィニッシュしたり、タッチでフィニッシュしたりね、もう好きなポーズで OK なので、人はしゃがんだままラストの決めポーズに入っていただければと思います。前回と比べて、トリックの展開とかっていうのもそんなに、多くない流れになってくるので、覚えるのは難しくないかなと思うんですけれども、やはりメインテーマに置いた、メイン課題に置いた、このついての状態で、なるべくワンちゃんがその場で90度ずつ回っていく。これね、結構慣れるまで難しいと思うんですけど、慣れるとですね、ついての練習にもなりますし、ダンスの中でもうまくいかせるし、先ほど言ったように集中の切り替えなんかにも使えたりするので、ぜひぜひ皆さんに頑張って習得してほしい動きになりますので、ちょっとこれを機に頑張っていただけたらいいかなというふうに思います。ということで今月もですね、約1ヶ月ちょっと練習していただいて、6月の後半に皆さんの動画提出をお待ちしておりますので、頑張って練習やってください。これから梅雨の時期に入って雨の日も増えると思うので、お家の練習課題にぜひぜひ活かしていただけたらと思います。それでは動画提出お待ちしております。